宮本さんセバいいですか、そろそろ、それじゃあの定刻になりましたので始めさせていただきます。皆さんこんにちは。本日はあの週末のお忙しい中、またあの朝本当に早い時間帯から、こんなにたくさんの方においでいただきまして本当にありがとうございます。主催者としては、30人ぐらい来れば杉山さんの顔ただがなどもたそうの今聞いたらですね、倍以上60人以上の方がおいでいただいているということで、主催者としてもこれで皆さんのおかげで感が立ったと思っています。で、私はあの今回 の, あの講座 の, あの主催者であります青森街角歴史のより金見ってすごく長ったらしいんですけども、あの名前聞いたことないこと方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その会 の, あの会長を務めてます相馬新吉と申します。あの金見の会はですね、写真とか絵はがき、あるいは地図、生活用品などのあの資料の展示を通して、先人たちのあの東北一の町を目指した歴史をですね、青森市民の皆様に知っていただきたいということで、青森市本町2丁目労働金庫の向かいにですね、あまり目立たない小さな展示室があるんですけれども、そこを運営している市民グループです。で、4年ほど前にあの会を立ち上げまして、現在実は会員が90名ほどいらっしゃいます。で、年会費1000円と非常に、私のような年金生活されても、まあ会費1000円ぐらいだば払ってもいかないぐらい の, あの安い会費にしておりますので、お帰りの節でもじゃあ入ってみようかなという人いましたら、申し込んでいってください。で、これまであのうちの会はですね、会員を中心に毎月1回あの月例会を3年間ずっとやってきました。1回も欠かさず、まあ大体あの会員がしゃべるとか、あるいは外部の講師の先生をお願いして、主に会員中心でやってきたんですけども、まあ、1回ぐらいあの外でやってみようかという話になりまして、今回あの県立図書館さんの方からこの100人も入るでっかい集会室、貸してもいいよという話でご協力を得まして、あとあの、青森県の文化財保護協会という団体があるんですが、そこと、それから青森県考古学会の講演を得まして、まあ、今回初めて県民の方々を対象にした公開講座を開催する運びとなりました。で、まあ、最初うちの会が、まあ、あの外でやる公開講座なので、普段なかなかあのお話を伺う機会のない講師の方においでいただいてということで、八戸市在住 の, あの今日の講師の杉山武さんにですね、以前からあのアイヌの地名の研究されてましたので、津軽では一回もあのアイヌの地名のお話をされたことがないということで、じゃ あ, あこちらの方であの、県立図書館の集会室借りるのでぜひっていう、お願いしましたところ、ご快諾を得まして、本日のご講演となりました。あの向こうにいらっしゃっている方が杉山武さんです。で、これからあの約1時間半ほど、途中はあのちょっとトイレ休憩入れるそうですので、杉山武さんにお話をお願いしますけれども、一応その前に杉山さんの略歴を本人の方から伺っておりますので、ちょっとだけご紹介いたします。杉山武さんは昭和26年1月にですね、岩手県の二戸市の生まれで、今年67歳です。私66ですので1歳先輩です。岩手県 の, あの福岡高校から、弘前大学の教育学部に進まれまして、教育学部ではですね、教員養成活性を学ぶとともに、あの村越清先生の研究室の方で主に、縄文時代を中心とした、遺跡の調査の研究に携わりました。で、大学時代は大小10の遺跡の調査に参加されたということで、で大学を卒業されまして、すぐ昭和48年に、青森県教育委員会にですね、文化財保護のための文化課というセクションができるんですけれども、優秀な杉山さん、そこで遺跡の発掘調査の方を担当されまして、
6年間在籍しております。その後は学校現場の方に転出されまして、八戸市立新田小学校をはじめとして、市内の学校で教員をされ、校長先生と、そして最後は南郷の島森小学校の校長先生で、31年間の教員生活を得られております。教員時代にはですね、青森県の文化財保護指導員を10年以上務められ、また昨年までは日本国家協会の会員もされておりました。現在は八戸市文化財審議員で、今は5月ですから、7月からはですね、札幌でまた向こうから声かかりまして、アイヌモ地名の講演を頼まれているということで、アイヌモ地名研究会にもその時、入会される予定だそうです。で、最後に杉山先生とアイヌの地名の関わりなんですが、アイヌの地名については、従来から自分でも研究されてまして、八戸市内を中心に8階の公営大があってやってこられているそうです。現在はアイヌの地名が縄文時代を中心とする遺跡の中から、人々も使っていた言語はないだろうかとか、あるいは、縄文開始の頃の地名はなんかないかななどと仮説を踏まえながら、日々研鑽に努められているそうです。それでは杉山先生よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。私がですね、アイヌ地名と接するようになったのは昭和53年頃ですよね。大体40年以上前の話なんですけども、ある人物がですね、八戸に来た時に私を訪ねてくれまして、現在のですね、アイヌの地名研究会同時な日本全国の団体の中の会長をやられている先生と言いまして、その方がですね、ちょっと地名のお話をしてみました。ここの言葉にですね、すごい効果を思いまして、それをもとにして、これじゃこれに元の回しのわけが何も頑張って勉強しようと思ったんですけども、なかなかこの資料をですね、どういうふうにしてやれば勉強できるのか、それぐらいのバカなのって、吸ったものを出しながら、丁寧を書いてきましたけども、その後、いろいろですね、財力も、ずいぶん大きいですね、あったかから今回まして、そしてまだ数年しか経ってませんけども、もう入院もしましたし、片足入りながら、ね、あの、筋肉片足入りながら、入り方も、救急車の乗り方も勉強したし、で、できるだけですね、いろんな人たちにこう触れて、愛の地味というふうなのに触れてですね、そして、何らかのね、知識をできれば自分たちの家族、それから子供も伝えてほしいなと思います。特にですね、青森県民の人たちは青森という地名とか津軽という地名、岩木とかですね、このいろんな言葉についての意味を分からずにずっと注目していると思います。八戸の人たちも自分たちの周りの言葉について分かってません。でも実に簡単な言葉なんです。自分たちがですね、住んでいるところのみんながすごい理解できる言葉なんです。それをですね、皆さんにお伝えしなきゃいけないと思って焦っていました。で、今日ここに来たのはですね、まず第一歩になるんじゃないかなと思います。青森は6年間住みました。篠田の方にですね、文化課にで、文化課は開設以来ですのでね、6年間。何回か、
早めに出たいな、はい、この選挙していきたいものなんだろうなと思いながらもですね、どん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 発言の方が増えていって、なかなか届き出せなかったんですけどね、まあ、そういったことがあります。でさっき言いました藤原先生という人はですね哲学者として有名なの海原武史先生、ご存知だと思いますけど、その海原さんはですね、その藤原先生とその出会いがですね、自分の新しい展開をいわば生きる心にしたのきっかけになる学問との恩人だと言っております。はい、もう全然爆音だとあのおかげがですね、真っ白になってますけども、はい、その方からはい、感動を味わったとお伝えします。では一番上ここどこだか分かりますか。日本の中でもですね、こういうふうにたくさん3万羽とか4万羽とかですね、集まるところの珍しいということでですね、かなり古い時代から天然記念物として、こういった価値を持ってますけれども、ここ、鹿児島の海猫ですよね。で、あっちも当時には、あと、カブや大根のあれですね、カブの形とはですね、それから、カブと、ああいったのの形を表しているんじゃないかというふうな言い伝えが残っていますけども、それは全く、漢字とか、その言葉の意味はですね、当てずっぽうにしかありません。はい。はい、次にお願いします。この飛んでいるもの、カモミですよね。これをですね、タピューと言います。タピュー。一番上の方に赤字で書いてます、タピューってね。こういう海猫のことを大部分指すんだそう。カモミですけども、アイヌの人たちにとっては海猫のことを指すんだよ、と言われました。それから、鹿児島の島はですね、シュマという岩場のことを指す。つまり、鹿児島というのは、カピューの住む岩場、カピュー島なんです。こんなに簡単なこと、地元の人たちは分かってないんだな、私は分かってないし、ね、こういったことは、ちゃんとみんなに教えなきゃいけないな。分かっている人がいないわけですので。だその真ん中の下の方に、あ、クリピットのクジラですけども、白髪ってありますよね。白髪っていうか、白いものを意味する感じがあります。白浜とかですね。白いんじゃないですよね。いわばなんです。磯浜のことなんですよ。こういう映画の昔、一番端にこう、あと海が出てきて、いわば日本の波がこう打ってきて、バシャッとなるのがありましてね、あれが白浜なんです。白浜というのは磯浜という意味。それからピラってありますけども、ピラというのは普通であればピラって切らないとかって言いますけども、平って書きますよね。平らなところじゃないんです。崖の上。崖とか坂の上。はい、で、切らないというのは、崖のところを流れてくる川のことを言う。平らな川じゃないです。これはですね、北海道のアイヌ人ヨダの方で、信仰財団の方で作っている小学生の美術部、本人の研究所、観光学校にですね、小学校の八の部屋で、アンテナが印刷しつつ、黒付けたり、もみたいね、見つけはいない本なんですけども、一番最初のここもね、大きく載ってます。この中に載っているものです。小学生向けですね、これね。はい、次お願いします。で、あそこに書いてますけども、サメは、サベ、人食いザメみたいな、上手では
ありますが、そこにバツつけてますけどね、サビのほどサビじゃないです。それから支持打ちは支持打ちじゃないんです。支持ないなんです。で、漢字で書くと支持でしょ。支持に打ちだから飽きたねとかって、そういうですね、芸道具に何千年前に来て、東京から変わってきた人が恥ずかしい、この住所ですね、友達に言うのは恥ずかしいというようなことを言いますけども、後ろにこうね、うさぎのお尻のほうバッとつけますけども、その通りにですね、昔の地図あるんですけども、明治の頃、最初かな、国で作った地図にですね、このですね、ところに、この日本地図の中に載っている指示内という。なんね、それから明治の頃の知事青森県で取った知事には知りない村という新生村国史に載っております。これ地元の人たちのですね、有識者に聞いた地元に残る言葉を記録しています。知りない村で、知りないというのは、史実のですね、大地のこと、山のこととか大地のこととか、いろんな意味ありますけど、お尻の意味はありません。でも、漢字をこういうふうに当てられると、あ、恥ずかしいというふうなことを言われますけど、自分の人でそういったことには、誰からも何とも言えない、言わせる気がいることですね。ただ、八戸藩とかですね、言ったところで、市議内村に、ないというのであって、打撃の打、打つ、ぶってぶっての打つですね、あれをつけて市議内村という読ませていますので、藩とすれば、市議内のを使いたかったわけですね。市議内のないというのは川のことです。で、これはですね、山の方から流れてくる川ではありません。アイヌの古いアイヌの人たちのお話ですけれども、自分たちのもともと生活するところはの基本は海辺なんだと。で、川は山から下がってきて海に行くもんじゃなくて、海からずっと川を抜くっていくもんだと、というふうな考え方があるおそらく縄文時代もそういった考えがしていると思います。だからですね、ここから川を登っていくと、これ真道はですね、馬の川でないという。あれ、馬の川でなくて、馬別とか、馬別とかですね、そういった、馬というのは何かというと、山の方にというふうな意味なんです。でもね、そういうふうに山の方に登っていく川というふうな。なんでここに支流地図に残っているかというと、ここはですね、それからもう一つ、川は女性を表します。まあ、女性を表すんですけども、ここからですね、まず、川がこうずっと下がる棒を言いますけども、ここで、別れると、ここで子別れして、支流地図が、浅内川というふうな川、浅田川だったんだ。浅水川だ。浅水川って、つい最近大正年間に付けられた名前です。でも今の人はもう、いつ付けられたというのは、忘れてます。江戸時代は、の大川ですけど、野がつく川です。三年後に温泉ありますけどもね。そのずっと前が、おそらく
の知りないという川だと思います。だからこの地域名としてあの知りないという名前が残ったんだと思います。はい、次いきます。あ、次の話します。ちょっとごめん、神島のですね、ここの神様のいる場所なんです。あれも飛んでいる海猫も神様、それからこの育んでいる株式松のものも神様なんです。で、向かい側のですね、ここのところがサミ地区、サムという、つまり神様の住んでいるところのそばという名前です。シマーキという名前がですね、明治の頃の今まで名前に上がった名字が上がった人たちがですね、サミ地区では 50% 以上がシマーキを名乗ったんです。山辺に島を浮かぶ人もおりますけども、ほとんどがシマーキ、地名なんですね。だから寒いイコール島と、寒いというのはそれが生まって寒いやっただけなんです。島というのがそれが津軽の方でもですね、13個の前が土寒いやったんですね。土寒と土ずるは湖とかの間を言いますけども、古くは海もしゃべってます。で、トゥーサムでトサーなんですね。佐渡沖さもトサも海の同じ、海の中とか海のそばとかですね、そういった意味なんですね。日本で読むにあるんです、はい、すいません、次お願いします。で、いつからせじゃ言葉を発する意味になったんだろうなというのは、やっぱり人間が人間になった証拠でもありますよね。人類400万年とか、私たち方向の原因400万年って言われてましたけども、いつの間にか400万年になって、その世界はもっと古くなるかもしれませんけども、それはいつだってね、釣りが増えるが増えれば、大した私の関わりないことなんだけども、おそらく感情を持つ、例えば人が死んだ場合は悲しみやすいね。願い喜びも生まれる、こういったこう喜怒哀楽が生まれるのが、それがですね、言葉となって音声になるかならないか分からないけども、そういったのが言葉の始まりだと思います。それから人類の発祥がアフリカ大陸ってよく言われますけども、アフリカ、もしアフリカ大陸であれば、東南アジアの国っていうのは物が腐りやすいのでね、残りが悪いんですけども、それがですね、人類が移動し始めた頃にはしっかりした言葉が残っていると思います。で、例えばですね、アイヌ語に載っているワッカとかを、このワッカ、これ水のことを指すんですけども、ウォールをウォータンというのがいますよね。ワッカとはアクアに使われます。生きる、一生というのはライフと言いますね。で、横たわるのは霊と言いますね。だから死ぬ時は大とって英語で言いますね。みんなの上にそういったのがあるんですけど、特に上の子マザー、ママとかというふうにマーチ、主に主になんかも韓国の間って言いますかね、マードで言うのもあります。だから食べたとき電気からこれがあったんじゃないかなって、お母さんのことですね。ちょっと絵が減らすで申し上げるけども、次お願いします。もう少しちゃんと道で買ってきて書いたんですけど、こういったこうね、小さいところには国の名前も書いてありますけど、父なんかもファーザー、風神とか、ダッとか、ダダとか、アボジー、ミチ、アチャーとか、これはアイヌ語なんですね。そういったふうにこう、たくさん、道なんかもダオとかダオが
労働なんかもそうですけど、ル、愛用ではルーツ。でも、東北地方では、ローって使います。ローなども使います。だから、そのまま、北海道に住むまんまの言葉でなくて考えています。道路のロっていうふうに考えれば一番簡単なんですけどね。はい、全然文化がこう、ね、重ならないところにでもこういうふうな、こう、共通することがあるんです。次、お願いします。窓際ではないが、アイヌ語のトットちゃんの意味をしよう。何のことだと思いますか？黒柳徹子さんのトットちゃんね、と思いますが、これ、ここに書いてある。トッドは、沼湖。なんか、黒柳徹子さんのお母さんが知っていたところで、ことしか知っているけど、昔は海もいました。古い時代の海ですね。で、どん見て子供の写真よく分かりますよね。どん見て写真を見ますね。いや、言う人たちいますよね。分かりませんか。どん見ての何かというと、トピドの足です。トピドの何か、白い、液体が出てくるの、どこから出てくるかというと、戸から出てくる。湖から。湖を二つ持っているのは何というかというと、トットというのは、お母さんのこと、おっぱいのことです。おっぱいのことがトット、二つ持っているから。が、そのおっぱいから、そこから流れてくるの液体が、母乳なわけですね。で、それを楽しく飲んでいる大人の人だと思って、どこに持っています。今、これ、まあ、全国共通であると思いますけどもね。次のね。それから、バッケとかって、パンカイとかって、パックカイとかって言いますね。肌に出てくる木のとこですね。これですね、パックカイは、おかゆの天って書いてあるんですね。ポーズのポンとかですね、ポイとか、じゃんけんポイとかポンとかって言いますね。あれ、小さいって言うね。門もそうですけども、北海道の海っていうのは、北海道の海の人があると思います。こう背負うと、こうなこのことですね。を背負ってるんだというのがありますね。北海道は、うちのこのことです。これはうちの庭のやつですね。はい。はい、次は、ね、行きます。では、一人。マミシノギトって言います。これ神様に備えるものですね。作った餅。その餅、宇宙で蒸したやつを、卵を与えたのを取り残って言いますけども、昔からですね、アイヌの本の祭壇にも、人を人って言います。けども、いろんなもの、ユーディーとかといったのをですね、電風を絡みに作ります。そういったのを断文したり、干したりして、冬場に立ったりします。神様にお供えする大事なものですね。いろいろ書いてますけども。はい、次お願いします。どんどん言わないとあれですけども。冬のことをまたと言います。春はパイカル。夏はサク。秋はチュク。で、冬はまた。で、冬に働く人のことをまたと言います。わかりません。マタギのことですよね。マタギのことが、で、アイヌの人たちは、マタギの人たちにはですね、心臓は賛美って言ったり、犬のことをセサって言いますね。そういったアイヌが残っていますね。で、これなんだろうと、クリスマスカードについてたんで、持ち寄るのトナカイですね。トナカイもこれアイヌ語の中に含まれます。ただ欧州のヨーロッパの方の言葉は確か見れませんけど、アイヌの言葉には何の字で書いてるんだかちょっと分からなくて、なかなか、まあ、見た語は見かけなかったものですから、はい、次お願いします。
愛で見えたことですね。愛の結びとはちょっと違うんです。何が違うかというと年代が違うんですね。アイヌ民族をずっとですね、北海道のアイヌ民族を遡れば縄文人につながっていく。本州に住んでいる人でも縄文人につながっていくんだけども、アイヌ持ちというふうなのはですね、アイヌ民族のアイヌ文化というのは大体12世紀頃から現代まで。でも今はですね、アイヌ語で会話している人たちはほとんどいなくなっています。で、主に北海道に住む人たちはアイヌ民族でいるけれども、縄文時代からですね、土部縄文、薩摩とか、ずっとこう、そういった文化の名前は違うんですけども、大部分はアイヌ民族なんですね。で、ちょっと違うというのは、その年齢的にちょっと違うというふうなことを、表します。で、ここいらでですね、この辺で東北町で私はアイヌ持ち名で持ち名の現在鍵盤になるアイヌ持ち名で持って会話していたんじゃないかなと考えています。私が考えるもんだから絶対はないんですよ。ちょっとお話しすると次にぶつかってきますけども、はい、よろしくお願いします。ではまずアイヌ持ち名のですね、簡単なものをですね、一つずつ喋っていくと、山についてはですね、ヌプリと言います。それからキム、金大地のキムなんかも金も声が違うだと思います。海はアトイが、古くはトートが、大地はですね、死が山の死ですね。知床なんかもですね、歌の名前は。川はないとか別とか、この違いについてはですね、いろいろ言われていますけども、構えない方がいいと思います。結論が出ませんので。それからですね、ちょっと言葉を解かなきゃいけないことがあります。なぜかという何かというと、私はアイヌ民族と和人とか、エミシとか、そういったことについては話題にしません。なぜかというと、私たちはいくら頑張ろうと、これは天質人類学、血液とかですね、角度とか、そういったのを調べるお医者さんとかは特にね、そういった人たちが調べなきゃ結論が出てない話を、この辺でどの子にしゃべったというしょうない話で、私はそういう文化人類学的なですね、言葉でもって、ね、こういろいろ操作しながら勉強しようとしますので、人種についてはなかなかお答えはできません。はい、次お願いします。一番最初、紙に気が合わなければちょっと紙付きで溶かしながらと思って、体の一部を使ってみる。特にですね、顔を使って見先を表します。一番最初は絵。絵というのはですね、頭の部分ですよ。顔全体もそうでしょうけども。絵刺し。絵三度はですね、頭が浜に出ている。出っ張っているという意味ですね。出るのか。それから絵の部分。頭が止まっている。エンドムというの、ここの北海道の一番の南、イリモ岬って、ね、あそこエンドム岬なんですね。花が出てますよね。花水出なくて、花がこう、出っ張ってるっていうんですね。イリモ時代の色、イリモ岬です。はい、これ、ノタじゃなくて、ノツです、ノツ。ノツというのは、顎です。で、角がですね、省略されて、脳だけ、になっている、脳内ってありますね。脳内のところも、あいものをつないでおくんですね。で、次に言います。向かうと一塁が九戸。南部地方のことなんですけども、この、青いところは、
1の兵、3の兵、5の兵、7の兵、9の兵、赤の子は2の兵、2、4、4の兵、6の兵、8の兵、そういうふうに、これ、どっちからついてるかというと、南からついてますね。南からの勢力によって、こう、作られた、まず、西部開拓使の、なんだ、あと、インディアンとキヒテとかですね、トリリとか、そこを思い出せばいいと思いますけども、開拓しながら、馬の栽培とかですね、そのもしながら、こう、戦いもしながら、というふうなことで、こうなって、南の方のその勢力が付けた名前ですね。簡単でしょ ?1、2、3、4って順番で。で、ぬかぬかは何という感じで付けるの?米ぬかのぬか。中国のですね、漢字にあるけど、草稿っていう、米ぬかとか、茶木のカスの草稿っていうんだけど、一番貧しい。米ぬかとか、そういったものしか食べれない人たちというふうなことを意味するんだけども、そういった場所なんだというふうなことですね。これはそのものについてはもう少しちょっと後で説明します。次お願いします。あ、草稿という草稿の妻だって韓国ドラマに言いますね。で、粗末な場所しかないのは当たり前なんです。西部を抑えてしまうと、南部地方に住んでいる人たちはですね、作ることに定着してくださいと。で、これから分かること、何かというと、税金は自分たちで運びなさい、都まで。つまり、ここの時からですね、大和朝廷の政権の側に入れば、ここから貧しい生活が始まる。男では、税金を運ぶために、都まで行きますよね。残ったおじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、で、農業をやる。でも、ちゃんと取れるとこじゃない。いつまでも、貧しい暮らしをするわけです。ところが、地元に残っていた車が、ぬかのぶなんですね。愛のうち目で、お話すると、ヌクワンというのは、飼料の収穫が豊かなこと。熱発の平原。自分たちの場所を自分たちのですね、使って、貧しいところって読みますか。読まないのが縄文時代の言葉だとかですね、これね。つまり、飼料収穫が豊かだってことは、取れるところに行くんだと。今日は浜に行って、何やろうと。春先は山の近くに行って、でんぷんをですね、取るとかですね、青菜とかいろんなもの、そういったふうにこう自由に行動できるわけですね。で、冬の場合、ない時は冬の備えとしてのものを作って保存しておくと。そういった生活、縄文のカレンダーと一緒にですね、生活したのは、ぬくえんぬくという言葉で、それがぬかのぶだと思います。次お願いします。つまり、さっきの津軽のこさ、まだ戻らなくていいんですけども、津軽というのはですね、古くは海も津田島のものですので、当て字に結構あるんですけど、トカリというのもあるんです。どういう意味かというと、トカリ、海の手前という、これがですね、リードンサだって、一つ、半部分ですね。リードンサーチャンプが都会なんです。どういう意味かというと、これは海のそば、どこを指すかというと、二つ前の地図に戻ってください。津軽というのはこれ、ここに赤線で引っ張ってますけど、ここのところの海峡のものを指す言葉でないかなと思う。都会。トカリというようなね、それが津軽にあったと思います。そこで海峡のこと、例えば本州と北海道のところに、漂う大きな川のことですね。川って言葉もないけど、海峡ですね。はい。
次いきます。はい、次、地形を落として平かというのは、ついこの間までありましたね、平かにね、やかまし。平かとカビラ、これ石垣島、あと台湾の東部ですね、ここまで行ってきました。どういったところが石垣は治ったんですけども、それから江戸と江戸、これも町岬です。これ平方の崖のところの上という、それからこれもです、タコタンコブタプコブ、これも同じよ、タコも丸い形のタンコブを出たところとタプコブ、これも同じところが辞典にはそういったのは書いてません。はい、次お願いします。はい、この人を送りますね、カビラさん、カビラ、あの楽天カードのカビラさんって言わないけど、あとこの人のところの こう選ぶ地名です。はい、崖の上っていうかね、とてもいい芝生、今なんかここにこの浮上層をいたりはどうぞと汗も出てるみたいですけどね、開始前であります。このすぐ脇があの台湾です。そこまで同じ地名があります。ここいらのあのどこの岬にはですね、野がつぐのつのつ地名があるんですね、ここあります。崖の上という意味です。あもう池根で平内というところが平かもありますけどもね。はい、というふうにこう平というのは日本でよく言います。あのなんだ、あと日本語の中でもですね、一部の時点にはあと日本の古語だって書いてますけど、日本の古語とはなかなか遡れない、だってあの意味分かってる人はないんですよ。難しくないえばみんな古語っていうような、でもこういう意味があるんですよ。でカビラの平というのは平伝説だっていうことなんだと、というのと、あの愛の持ち手には書いてあります。次お願いします。さっきのタコの頭、タンコブからタプコブとは独立の円形のあのあるもの、山ですね、もうそうでないから、まああるんですけど、タコに行って、タコ町のタコはどこかなって探してもなかなかない、違う意味もあるんだけど、そちらの方でも今考えています。次お願いします。はい、ちょっと話があります。なんか縄文海進のところ、そこにありますね、縄文海進何番ですか？6番、この辺りまで行ってます。で、縄文海進のことをだいたい1万5000年前から始まって8000年ぐらい前が最高潮になったという、だいたい3メーターから5メーターぐらいこう海が入り込んでくるわけですね。こういったでもこれからの情報にはあの出しますけども、それによってこう内陸が少なくなるわけです。海が入ってくるわけです。で、この時代にですね、なぜか海峡不安で交流が始まっている。で、海に飛び出すんですね、船でもって。船を使うということは、航海技術があるということは、たまに行く人たちは意思がちょっと分かりきなきゃダメですね。どこで行くのかも、どういった操縦をしなきゃいけないかとかね。黙っていって、ね、船が沈んだら困るでしょうね。で、こう、体験談を押し合いながら、こう、北海道と交流します。はい、次お願いします。これ青森県の経験会出した青い森の文化の始まりというんですけども、そこには土器文化を北海道と道南部ですね、道東地方はちゃんと土器の面ではこういうふうに同じような文化を形成しているというけども、青森県の教育会の人たちは、ね、土器は交流しているけど、言葉がある人は言っていません。
なければつながらないんです。だって海賊軍が行って奪ってくるわけじゃないでしょ。交流というのは単に心と心を通じ合わなきゃいけない。だから共通する言葉がなきゃだですよね。そういったことで8000年以上前から言葉は存在していたということになるはずです。はい、次お願いします。その頃のですね、縄文開始。ちょうどその頃は、大体5900年ぐらい前の、あれかな、津軽の方は平野部が盛んされます。これ、五所川の周辺までですね、海が入っていきます。それで、ここは青森の場合ですね。こういうふうに入ってきます。ここはなんだ、十三湖じゃなくて、なんだ、小川原湖。小川原湖は海とくっつきます。海の水が入ってくるわけです。初の海に出てきます。ところが、初の海の場合はですね、日本最大級の火山も、中水不積層、十和田火山前の、十和田湖の近くの火山が爆発して、それでガサッとこう、8年、1年、2、3メートルぐらいの堆積物があったように書いてますけども、こういうふうにして海が入ってくるんですけども、こんなところもありました。はい、次お願いします。中市津田森は前期の石、中市図はここにあるんですけどもね、中市の意味、あれ、ね、字典ちょっと見てたりするんですけど、市というところを探してみてください。はい、順に並んでます。少し電気明るくしてみましょうか。チウって、どうのに、チウ。チウ。波がどうのこうに書いてませんか。波水ですね。波水流が来るところ。ね、波水流が来るところは、ここからですね、直接海の水が来ているということですね。ある研究者はこれは茶師だというんですけども、茶師というのはずっとアザラシ時代の要するに取り入れた後ですよね。そうじゃなくてこれ海が入ってきたところの意味なんだと。それからここに二つも二階堂で東北地方のですね最大級の海賊があります。ブラックの上に海賊があると。あ、違う、海賊の上にブラックがある、それでですね、ここのところもずっとですね、この近くまで海が入ってきてるんですね。でここにカッチというふうなのはありますね。大技カッチ、アザカッチってね、甲つへの甲って書いてこっちの方ですけども、まあ、私をカッチ村と言います。カッチってカッというのは岸のことをされます。あっちというのは、名前ははっきりし、何かが軍政治を使用せる、魚が押し寄せる場所。でも、西側を押し寄せることも多いというふうなの外国の、景気で、外国でもありました。で、何の話ということは、小渕村では、この海の船を、大渕村というのは、沼にしんというね、にしんがというか言いますよね。ここもおそらくにしんが入ってくるところは、海からのにしんが入ってくるのどの地名でないかなと。サトロの海ってありますけど、サトロ川ですね。砂に土かいで、道路の角のかな。なんでこんな地名がついてるのか。サトナ、浜の方に、前の方という意味ですね。トツナ、沼です。前の方に行くと沼があるよ。で、ロツナ、道のことですよ。
この川をこの沢切れば沼にぶつかるということですね。この、こういらにある地にもそういったこの下を切れば、ちょっとおらくにぶつかりますよというのは沼にぶつかりますよという地名です。私たちはこの砂丸というところにですね行って、山の 砂山に縄文時代電気の開通があるのを見ました。だからここいらはちゃんと海だった証拠ですよね。はい、次お願いします。海が波が押し寄せるというのはこういったこれ白い波が押し寄せるところですね。でこっちはこの間写真撮ってきたんですけども波は穏やかです。こんなに波立ちません。これが現代の中心です。こっちは想定したところの波の様子です。次お願いします。消してください。申し訳ございませんね、年使って私の手術、次の手術。これどこの、地図だろうというと東京です。5000年前の今はこの青いところのですねブルーの方、こっちが陸地です。でここの真ん中のところなんですね。ついこの間まで江戸崎といってこっちの方の前浜にあたるところですね。でここが一番高いところで日本橋のあたりです。ここから海防に出ているこう いろんな橋にこう高いところで行ってるんだそうです。テレビでやってました江戸城はここにあります。江戸城を江戸と言ったが、こっちを江戸と言ったが分かりませんけど、ここに江戸という花を使って岬を表すことが治った。遅くは縄文時代の前期のあたりのあたりからの地名の残りじゃないかなと思ってます。調べようもないんですよ。あんまり2万5000本のうちのですね地図を取り寄せても標高が書いてません。あんまり建物が多くて、ちょっと例なそこの土地が何メートルなのかというのはよくわからないでいますけれども、ここ岩がまず高いところだということでですね、一応お話しします。次お願いします。いや、青森記念は巻いたという意味でしょうか。おそらくね、いや、青森記念は最近の話でね、青森市だって1600何年代に20何年代に着いたとかって話もあるけども、ちょっとお願いします。次、青森市のご座標がそう思いますよね。で青森市のことなんでしょうかというようなことで、いろいろこの言われを追っていくとこういうふうになります。次、当て字から青い森というふうな、もうそのまま読んで分かるということはもう当て字なのですね。これ町の中央に青々とした松林があったという、青い森は米町で米町なんだか分かりませんけれども、近くに青森山という小丘陵があったという、松が青々と生い茂っていたここ、こと書いてあるんですけども、でも青森の湾を作る時に港を作る時に削ったらなくなったと、大体削ってなくなるようになったところは地名にはなりませんので、でですね、この2つは大体地名付けるときに結構残るのはですね、殿様を誕生したさせられですね、こうやって来たり なんとかという人が好きだとかというふうにすれば残りやすいんですけど、愛の地名の例さんで挙げるようした会う文字またになっているわ、実際にその会う文字はまたになっているわ、青森というのはですね、うちに入り込んでいるいでというふうになります。青もしりというのはこれ噴火湾のあたりのですね、アイヌの人たちがこういうふうに話して南隣の国なの
安物のことです。ただし石とはあちから来る人という意味なんですね、うん、これは自伝に載ってました、安物石って。俺シャンビテルの中これやっぱり海洋にはあれへんのあるというふうに思って言ってます。はい、次お願いします。つまりは一番最初にマタリナというとこの夏とマリアハントを互いにしてこのノヒジワンの方とですねこのアムリワンの方を指してこう二つのワンというふうな意味になる。二番はこの入り子に来ると一番奥のこのところにねアムリの方を指してみながらと思います。三番目はこちらの内陸の方々が呼んでいるということです。はい、私はですね、補足2番が正しいんじゃないかなと思います。なぜかというと、まあ、次に行きますけども、朝虫も関係してきます。はい、次に行きます。ここにごちゃごちゃと数字並んでいますけど、この辺のですね、地名を整理してみると、番号付き1番、の日1、2番、なんだ、のない、3番、夏止まり、4番、カリバサワ、5番、いらない、6番、朝虫、ここまでまずやっていきます。はい。1番、の日地側の、ここにの日地側があるところですね、ちょうど海の出口が、こういうふうに出っ張っている。あのですね。あのように出っ張っている。これですね、伊能忠敬の、地図の中に載っている。はい、私が調べているのは、それを模写したんです。その段位の方は、最近のものを置きますけど、こういうふうにやっぱり出っ張っています。これは、つないのことです。のっぺじ、のっぺじ、のつない。といったのが、こっちに見える。でも天井の記事に出ている土日の名前があった。やたら見たらにいろんなことをですね、昔の人は考えて、源流のこととかですね、うん、書いてますけど、嘘です。うん、簡単に、これは海流のこと、地形です。海から上がっていくわけですね。昔の人はあんまり源流にこだわりません。なぜかというと、たくさん原因があるわけですよね。今の人たちがその原因を探してるのに、こうね、躍起になるからですね。で、3番目、のっぴじのつらいまいですけど、これのつどまりです、夏どまり。あごが引っ張ってる。で、止まりというのは港のごろし、小さな船が集まったりしてるんですね。4番、カリバサワ。これ、カリバサワというね、カリバというのは何かというと、カバ。桜と同じように、物を作るための、まあ、遺留品なんかも作ると思うし、まあ、これはタッソモノですね。タッソなんて、岩手県の知事さんありますよね。川を剥ぎする場所のタッソ。結構議員さんにもいますよ、タッソさんだと。それから、田中さんなんかは、丹念のタップというのはね、大きく川が蛇行するところの内側というね、丹念のタップというね、それから、伊藤さんという人もいるんでね、伊藤さんも、こういった花かした岬のことです。知らないはこういうふうに、なんていうか、昨日の頃を長いというか、来る、行く川ということですね。はい、というふうにお願いします。あ、さっきのところをちゃんと書けばこういうふうに、昔はこういうふうに丁寧に書いたこともありました。それをたくさん遊びで、一枚にしてたもんですから、平和がなりましたけども。はい、というふうにお願いします。6万ぐらいだな。6番の朝むせ、これから見てみますか。あと、すいません、元気つけてください。朝むせの何のことかというと、
あの世の後からちょっと探してみてください。一番最初です。サム、ありましたか。サム、湾の奥ということですね。青森湾の奥の方にある。で、ね、牛というのは何ですか。牛、牛というのは たくさんあるということです ね。湾の奥にたくさんあるというと意味通じますよね。で、その隣の方に薄いというのはないですか。だから湾奥にある温泉というものが正しいんじゃないかなと思いますね。そういった意味につながると思います。だから青虫ですね。青虫に青虫というのがなってるんだろうですね。7、もや山、もやですね。もや山のことで、もいは、まあ、いろんな海を言われているんですね。もうというのはさっきのポンと同じ小さな国。岩というのは何かというと聖山、神住みともたもう山のところですね。神のいるところという意味です。こういうふうなのからですね、人々の生活を見守っているんだろうというふうな聖山を言いますね。大事にしますよね皆さん。はい、8番、ここに乳ナってあります。今電気基準するんで、ニというのは木のことですね。樹木がたくさんあるところですね。乳しないだと思いますね。たくさんある。乳ナイ。で、乳ナイに私行ったことないから、あまり言えないんだけど、またいろんな木があるのか、特定の木があるのかわかりませんけども、まあ、木がたくさんあるというふうに書いています。いたことある人いますよね。ね、しないの人は、木たくさんありますか。だそうです。たくさんあるそうです。はい。マモネとかあっちのほうの近くでしょ。あ、黒石戸ね。はい、次行きます。で、この、山内まで山の山内というのは、山というのは浜に出ること、そういった浜に出る川のことです。で、おそらく、沖立川のことになるんでしょうけども、海はすぐ近くまで来ているということですよね。ね、だから、今みたいにここから見て、ね、山内のから見て、ここから見て、ずっとこっちの海を見ていたわけじゃない。すぐ近くまで海が来ているということを表します。だからこそ大きな意識ができたんですよね。この今はたくさん街並みにやってるのは何名とですよね。ここまで水が来てて、ここのところでいいしということになるんですね。山内丸山といいます。丸山は悪いんじゃないかなとは思いますね。反対の木はあります。ちゃんと地図で話してみましたけど、はい、次お願いします。こだって、ちょっと待ってよ、こだってね、おそらくこの地名は縄文時代電気5000年以上前からあったと、ここになるんですね。こういった地名だと思います。自信を持ってください。はい、次行きます。はい、次、津軽半島の方のですね、1番が達比、2番目が土佐、斜里木、白神、それからここは小さくて岩木ですね。岩木が、岩木がですね、はい、6番津軽をさっきやりましたね。はい、次に行ってください。大体場所分かりますよね。1番の達比、立つというのはですね、これちょっと、立つ崖のことですね。どういった崖かというと、ピーズとは小さな石も指しますけども、大きな岩も指します。つまり、
あの岩が残るんですね。ヒダとかピタとか、ヒダとかピタゴムなしない意味です。次トサ、トウサムのことですね。5000年以上前からピタがどこ交渉を出して付近まで広がっているトウサム、海のそばってことですね、うん、でこの反対下が新人だとね。3番目射撃、射撃というのはさるきのことじゃないかな、データのことですね。あのいずれはあの植物が腐って塩の中に入っていてですね、ピートとなっある意味でウイスキーの味付け、匂い付けにしてますよね。足跡とか蚊帳とかよしいったのがですね、土の中に眠っているということ。ただ岩木、岩木というのはですね、岩木いい恐れよい神の住むところ、神様が住んでいるところ、うん、だからいろんなところに、あと福島県にも岩木ありますよね。岩手なんかを岩手でってのは神が住んでいる。あのあとはあの市岩手、市和郡の市和というのもですね、あの大きなあの岩、神住むともところとあります。先ほど津軽というのは都会とか津軽とか南部にもあります。あてちはですね、あのと都は沼水のもの、古くは海も呼ぶと都都会という津軽になったというふうになるんですね。関係メーカーのなんかいつも出てくるニトリさん、ニトリさんも同じあの地名で、まあ、名前で岩手県の二戸市になりましたけども、新田鳥というところ、新田というのは湿地のことです。鳥というのはその間のことなんですけどね、新田鳥っていう、に似るというのは結局似ているということですね。それでそれもリードをして似とりと似たとりという雑のこう言い方がありますけれども、同じ意味だと思いますね。ということで一旦休憩したいと思います。すいません。津軽の方をたくさんあの調べるのはですね、まだ やってませんので、皆さんであの調べてみていただければなと思います。例えばあの悪土なんていう地名があるんですね。悪土って悪いって言ってからだけども、あれドキじゃなくて、ヤギも通体するとこありますね。ヤギも通るために水もなきゃダメだし、やるための燃料もなきゃダメだし、水もよけなきゃダメだというような悪と悪い土でやるものできないですよね。悪というのは我ら飲むというね、何を飲むというと、糖質というか水沼の水を飲むと食用に飲料に使っていたんじゃないかなと思います。それに悪いという字が言えば、ちょっとイメージがやにおかしい感じに映りますけど、悪虫さんという人も初め言いますけども、悪というのは我ら飲むという意味なんですけど、無というのは塞がるという意味なんですね。それから死というのは大きいとかね、もしかすればかなり古い時代の地名かなというような火山灰がですね、降った後に水がせき止められて沼ができたといったふうなことも考えられます。例えばですね、8年に東海地という場所なんですけど、東海地で東海の日にいじびやるから
と東海地帯だというふうな話をするんだけど、いつか一度かそういったね、そういうふうな意味じゃないんですよ。東海、東というのは沼のことです。その岸で、いつかその花柱、そこのところまで、縄文時代の時期の頃は海が入ってきた、そこに赤水を返せかという解釈もあるんです、うん、そういったところの地理じゃないかなというような気がします。だから橋の上のことでなんですけど、石堂という地名も河原の方にありますけど、あれもですね、大きな湖が沼があったんだという。で、その火山灰がどっと降った時に一時的にそういった沼、大きな沼ができた可能性もあるし、その辺りにできた地名であれば、かなり古いもう5000年以上前の地名というのになると思います。そういったことをですね、考えながら、その周りにある地名などもですね、探ってみると、ピバカリとかですね、ピバカリというのは、ピバカリというのは川貝が取れるところで、コダというところ、もともと太田砂浜のところですね。そういったところがちゃんと地名で残っています。それからスカという地名はですね、大スカとか浜スカとか、砂が集まるところ、砂浜のところなんですよね。そういったところも見えます。白浜は白い浜のことで、ね、砂浜になって磯浜のことなんですよね。はい、では次お願いします。日本語とは英語の違い。日本語とは英語の違い。日本語の文にはほとんど分かっていない。分からないものばかりでと言ってもいいくらい。だからこそ、時点では方言に触れられなかったというふうなことを、大限界という大きな時点に書いた大月先生が書いた言葉の中に入ってます。で、アイノはさっき言ったように、すごく細いところまで分かることができるんですけども、分析すれば、本来の母根は、根っこになるところは、わずか数百程度である。でも、これの合成と重複させる方法、組み合わせによって、一人の話の単語でも物を隠すんだと。そういったものであると。で、大体、さっきの組み合わせ整理でしたの話なんですけど、日本語の場合は七八世紀より前にはちょっと遡るのは難しいというふうにお話しします。大体日本書紀を書いている編集している人自体も分かってないようだというふうなことを書いていましたから、まあそういったことはこれから その勉強ですね、やっている人たちの話だと思いますけども、こういうふうな違いがあります。で、さっきお話したナボが活用しましたけども、こういった辞典を使ってですね、自分たちの周りにある地名をですね、探し見るのも楽しいことだと思います。まあ、そういったふうに、愛の地名で、そういうような、感じだとかですね、それから中だとか、歌も歌もなし、砂もあるんです。小田原なんかですね、小田原というのは、小田原、砂浜で、広い砂浜ですね。小田原城の上から見ると、ずっと海岸に何もない。そうですね。だから、どうやって、いや、有名な遺跡もですね、国の遺跡も、すぐ忘れちまって、出てこなくなって、出てきないとかそうです。本当につまらない話
話だったかもしれませんけども、これで私のお話を終わらせていただきたいと思います。それではせっかくの機会ですので、時間もだいぶもう押してるんですけども、何名かの方もし、講師の方に質問ありましたらどうぞ挙手していただいて、どなたかございませんでしょうか。はい、ちょっとお待ちください。はい、お話ありがとうございました。坂本と申します。青森若じゃなくて、最後にもお話がありましたが、神奈川県の方までアイヌ語の地名が残っているということは、アイヌの方が弥生のその前から弥生時代からなんだろう、住み着いていたということになるでしょうか。その辺をお伺いしたいと思います。はい、私は人種についてはお話ししませんけども、アイヌの方々が沖縄の方まで行ったんじゃなくて、共通する言葉を使っていたという、共通する、つまりアイヌ語地名の示す言葉がですね、日本全国にはあるんだと。でそちらの方に行けば、いろんなところに行けば、そこで私が行けば発見する、そういう知識があればね、あればすぐ見えてきます。それを地元の写真ないないって言ってるんじゃなくて、知らないわけですよ。だからこの地点持ってですね、調べてみれば、いろんな地名がある。例えばタモドーラのタコ、タモドーラ、タッコというのは、もう丸山のことですね。こういったところがある。いろんな地形も年昔から残っています。これどうやって皆さん、どうやって映像でなくて、あそこの地図で言えばどこだっけ、よろしいでしょうか。はい、もう一人ぐらいどなたかいらっしゃいます。はい、ああ、じゃあ三浦さんです。あまり鋭いツッコミをしないように。アイヌ語地名っていうのは非常に面白いんですが、私三浦と申します。で、北方の古代考古学を専門としております。杉山さんのね、随分細かい分析は大変面白かったんですが、ただこれまでの学問的な成果、アイヌ語地名と本州にあるたくさんの地名ありますが、その関係がどうなのかというのは、これまでですね、学問的にはまず、4世紀、5世紀、6世紀、ね、これは俗縄文の文化の時代なんですが、この時代の時が遺跡が東北地方にはたくさんあるわけです。で、その東北地方にはですね、アイヌ語地名を重ねるとほぼダブルですよね。
で結果的にはだから4世紀までは間違いなくアイヌ語というのは当時の4世紀までの人たちは使っていたと、もうすでにそこではもう出来上がっていたということなんですが、ただ杉山さんが言っているように縄文まで遡るかどうかっていうのはまだ分かっていない。でというのは、4世紀の前の、3世紀、2世紀、1世紀、前、まあ、3世紀ぐらいまでの弥生時代まではなんとか、ね、弥生時代までは亀岡文化の影響がそのまま引きずっていると。だから亀岡文化っていうのは東北地方から新潟県にかけてですね、これがそのまま俗縄文 の遺跡をたくさん残すと。この中に、非常に色濃くですねアイヌ語地名が残っている。だからそこまではいけるんですが、だから弥生時代とかあるいは亀岡文化まで遡れるかどうかっていうのは今のところですね、考古学の方では分かっていない。でそれを無理して、縄文まで遡るらせるっていうのはちょっと問題があるかな。それが例えば関東とかあるいは、南海の小島のですね、名称までアイヌ語地名ということになってくるとなかなかおかしくなってくるんじゃないかと。そのあたりのね、縄文と俗縄文の間の問題をどういうふうに、理解しているのかということをお聞きしたい。もともとですね、私はそういった言葉そのものは人類が持ってきたそういったことについて考古学やってきた人たちが意識持たない方がおかしいな。あのものを作ったりとか船を作ったり作った時にこういうものを作ったりいろんなものを作る言葉が必要で伝達するために必要なはずで、そういったことをなぜ意識してやってこないのか。かえって私言ったようはですね、こう学やってきた人たちやっぱ教養の問題としてこういったのを、ね、勉強してこないと、ここの土地に遺跡をですね、構成した人々がどういうふうな話をしながら、どんなことをですね、会話していたか、みんなこうね、今のカラフルな、あれじゃなくて、遺跡の発掘した、出てきた白黒の、ものばっかりしか、実際にこうね、生きている人間どうとも使ってないな、そういうようなことで、やっぱりね、しっかりやるためには、こう考えてる人で、アイヌ語の、勉強をしていかなければ、やっぱり、いけないのではないかな。まあ、上田先生はもう、お年をお年だから、もうね、私と私がいないから、もう何ももういきないと思いますけど、いや、本当にそういったことをですね、やっぱり我が人たちはちょっと素材として持っていかなければならない。はい、ありがとうございました。杉山さんの考えは分かりました。はい、ありがとうございます。もう一つは、それからやはり愛用地名勉強してる人も古墳時代とかですね、そのやはり伝言のあたりからずっとこうそのあたりまでしかやってこないので、なんかねやっぱりじゃダメなんてないかなと思って、私来月北海道の大会に行ってお話ししてきますけど、違う資料を使ってですね、こういった地名のこう考えられるというふうなことをやっぱりみんな何で考えていかなきゃダメなんでないかなというふうにお話ししてくると思います。そうです、時間も迫ってきましたので、もう一人様、これはぜひ聞いて、はい、はい、今入ったかもしれない。とても貴重なお話をありがとうございました。
私は今青森に住んでますけれども、子供の頃は八甲山の麓の、粗末な小さな村に住んでおりましたけれども、その頃にはまだこれがアイヌ語ではないかというようなこととか、これは日本語じゃないんじゃないかというような言葉が結構私の生活の中に入っていまして、例えば、田代、これは今田代大の田代を使っていますけれども、ナタみたいなものですね。ナタのことですね。ご存知ですね。ご存知ですか。ナタですけど、アイヌがこの漁に使う時のナタですよね。それなんかがごく普通に生活の道具としてありました。それから窓をこう北国ですから、窓から風がよく吹いてくるんですけれども、その時に今はほとんど使わないですけれども、シトミというのをご存知ですね。シトミ、シトミですね。これはアイヌ語ではありません。窓ですけどガラスがない時代ですから、暑くなるとシトミを開ける、それから寒くなると閉めると。これはとても便利な、窓なんで、ご存知の人もありますよね。でこれはてっきりアイヌ語だと思ったら、高校生になってみましたら、源氏物語にシトミ堂というのが出てくるんですよね。シトミですね。女の方はよくご存知だと思いますけど、でそういう言葉が結構ありました。それから何か言いませんけど、セッタとかワッカとかですね、シトミとか、シトミ先生おっしゃってましたけど、そういうの全部私はアイヌ語だと思っていたんですけど、シトミはもちろん日本語ですよね。ただセッタとかワッカというのはごく我々の生活の中で使われてはいたんですけれども、これはアイヌ語だと思います。そういう点で時代によってアイヌ語も変遷してるんじゃないかと。それが日本語にこの混じってきた、そしてその混合して使われた、そういう言葉がアイヌ語として青森県には特にあるんじゃないかと、そういうふうに疑問を持っていますけれども、全く調べたこともありませんし、分かりません。そうだと思いますよね。だから津軽も津軽といって日本の古い言葉では東の日の流れるというですね、津軽ということは当て字でありますよね。これもアイヌ語なのか日本語、多分日本語だろうと思いますけれども、そういうことで日本語化した、アイヌ語化した日本語、それがもしありましたらお知らせください。はい、あります。たくさんあると思いますけども、この日は自分の勉強でちょっと、やってみます。例えば田代なんかもですね、田んぼが会議で例えば田んぼに台とかあっても、田代という土地には田んぼがなかったり、ね、そういったことで漢字で考えないで、これでいれば、もしかしたらこういうとかというふうなことも発すというふうな流れに入っているようになるので、それからさっきの話もですね、記事の話とか言った中も、いろいろこういうふうに残っているものは、ちょっと回答にはなりませんけども、いろんなものがあるみたいです。
はい、時間もちょっと押してまして、質問終わりの方いるかと思いますけど、今ちょっと、帰りの時間聞いたら、新幹線の切符は取ってないということで、今日夜まで帰ればいいですかね、質問のある方は、もう少しで締めますけども、無料で質問を受け付けますので冗談です、ということで一旦これで指名させていただきますので、もう一度講師の杉山滝さんに盛大な拍手をありがとうございました。はい、これで